やこれスタート。これ聞こえてないよその声多分。本当にマジ聞こえてないパターン悲しすやな。お、もう始まってる。始まってますよ。よし、本当に前回も言ったけどこの時間にやってることあんだよ。まだ初心者なんですね。はい、よっしゃい。じゃあ G1 グランプリスタートしますか。じゃあ乾杯の方から始めまして、そこから嘘いつもあんじゃん。まずあの CM あんじゃん。あ、CM ね。あんじゃん。CM うまスタート。いや嘘でしょ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おい、おい、来た来た来た。はい、それではね、あの僕たちのことを知ってる人も少ないと思うんでね、そう、一回乾杯しようか。乾杯しようか。よし、話しもう全部グイグイしてくれんやね。よし、乾杯。お疲れ。グイグイしか来ないよ。じゃあまず自己紹介いきますか。そうだね、自己紹介いきましょう。はい、はい、ね、あのナイトチューブ僕初心者なんでね、初心者マークつけさせていただいてます。おーおーおー、どうも。ゆうくんは、おーおーおー、本名くんな。決して多分場所違うんで、決して馬の死骸の林前さんは殺してません。馬の死骸ここらしい。あー、そうですね。馬の死骸ここ、はい、本当に最近市橋容疑者言われるんでね。ラブもうやってってきてるよ。ラブこっちじゃないですか。いや、ここの下だ。僕ね、ラブラップやってってきてるよ。キングのね、いや、マジせな、うれせえな、自己紹介させてえな。ね、おー、いいね。じゃあ、どうも、ママさんから自己紹介、ね、そう、俺から行くの。いやいやいや、こんばんは。あ、そっちから。俺から店長からですね。あ、じゃあ店長から、じゃあお願いします。店長から。こんばんは、キング店長の天地ハオです。こんばんは。いいよ。どうも、初心者キングのセナです。キングの給与よりもYouTube で稼いでます、はじめ社長です。よろしくお願いします。よいしょ。似てるって言われてるけど。どうも、ワンナイトラブです。本名はマイケルです。これ見てるやつ署名で来てな。うわー、まあ、嘘ついたらお前の母さんとワンナイトラブ。はい、あれ、そんなテンションで練習してなかったでしょ。あれ、緊張してる、ね、ちょっと緊張してるね。これ皆さんも見た人は示しないと。おー、上司やぞ。上司やぞ。今日いいらしいよ。そう、今日は全然何でもありです。まあね、今日ね、緊張してるな、してるなよ、いいかよ。ちょ、待って、誰が俺のことミスターポテトヘッドってんじゃん。ポテトヘッド、ポテトヘッド。誰がポテトヘッドつってんじゃん。確かにね、あのミスターポテトヘッドみたいな顔してますね。店長グイグイ誰だ。そう、店長グイグイしよう。店長、リュウキか？リュウキなのか、これは。グイグイ、よし、よし、来い、グイグイ、はい、グイグイ、はい、しゃい。初心者ってことでね、あの今日はしっかりテーマ考えてきたんで、あ、もうさっき、はい、しっかりテーマ考えてきた。ガチで紙も切れんじゃん。アドリブだったらね、大したこと書いてないじゃん、はい、アドリブだったら。何のために小学校の遠足前、払いたくなるやつ来た、これね、遠足ね。いや、もう、やめろ、返してる。そう、じゃあ、逮捕歴や。テーマ、じゃあ、逮捕歴。逮捕歴。テーマ話す前に、じゃあ、店長逮捕歴から。はい、じゃあ、店長逮捕歴は、残念、安心してください、ゼロです。安心してください、馬ですよ。母親に謝りなさい、それは。それは母親に謝りなさい。馬好きだけど、ね、安心してください。日本人ですよ。いや日本人ですよ、ね、あなたブラジルの。安心してください、人間ですよ。いや当たり前のことばっかり。まあ、当たり前のことばっかりね。そうそうそう、はいはいって冷たいな、あなたも。それではね、あの早速、じゃあ第一のテーマとして、いきなりこのテーマいっちゃいますか。テーマ行こうとしてるけど、馬うるさい来てるから行きましょう。馬うるさい。馬うるさくしないと、ね、ただの点々点になっちゃいますからね。ただの点々点。馬、ね、うるさくしちゃダメだよ。あ、やって。じゃあ、味、ね。これ、恥ずかしいですね。じゃあ、暴行行っとこってきてるから、初エッチ。初エッチ。馬暴行しといて。じゃあ、初エッチ。もう早いな。はい、初エッチ。だってそれより上のやつ用意しなかった。ね。はい。じゃあ店長から、じゃあ初エッチの話をね。そうな、女の子。そう、もうちょい
細かったよ俺、60キロぐらいだった。60キロ今、今90キロだから。何歳の時なんですか、定置は。ね、16。16歳。高1の夏前。高一の早い早いですね。早い高一は早いですね。早いですわ。手握るのも恥ずかしかったですね。めっちゃ早い。はい。中学とかでしょ。あのそれとりあえず今店長の話なんで僕の話。今全部ここで出したいと思う。お前の話聞いてないんだよ。はい。まあ聞きたくない来てるけど次じゃあ僕はそれで6年付き合ったこと。うん。初体験しましたね。やば。6年。はい。え高一で6年付き合ったんですか。出会って。2日目から付き合って6年いました、うん、すごい。はい。そのことで初エッチはどんな感想を聞かせていただいていいですか。感想はドキドキした。ドキドキした。ドキドキしたそのままやない。会社人生で一番ドキドキした。それ気持ちかったんですか。いやもうそんなの考えられないぐらいドキドキしてた。なるほど。ドキドキしてドキドキしてドキドキしたっていう思い出話ですか。店長は離婚歴って書いてあるけど結婚してないよ俺まだ。店長はあの包茎ですよ。皆さん一回も見たままですよ。安心してください。包茎です。いや、誰が包茎や。誰が包茎やい。じゃあ、ランランルー。どうする？落ちていく。いや、僕は2番目、僕2番目で大丈夫ですね。僕2番目で。てか待ってくださいよ。コンドームつけたんですか？つけましたよ。お、つけたんすね。安心してください。ね。ちゃんとつけました。その時流行ってたのが、0.02 ミリのやつか。おい、結構薄いできましたね。0.03 かもしれない。最初から。あ俺古いから。0.03。あれですか、薄ピタってやつですか。あ、違う。サガニスペシャルってやつ。でも、コンドーム、最初買うときって緊張しません？いや。僕、あの、自動販売機で買おうかどうか迷ってて。だっせ。自動販売機したら、なんか人をなんか通ってたら、なんか買いに行けないみたいな。ね、薬局のお姉さんにこの人をやるのかって思われるのも嫌だってね。じゃあもう初先行ってよ。今のは興味ないって。じゃあ、そろそろ行っちゃいましょうよ。安心してください。馬ですよ。小さいから余ったでしょ。コンドームか？そん時だけじゃないじゃん。そしたら行こう馬。そうじゃあね、馬の小さいのも見てわかるじゃん、ね、馬のも。そしたら馬の行こう。そしたらね、僕のじゃあね、初体験の話はですね、あれは高2の高2、僕こう見えてサッカー部だったんですけどね、高2の夏。どう見えてんのか。高2の7月ね、高2の7月にですね、当時僕は中学校3年生で初めて付き合って、その時はね、あの、一緒に下校登校するっていうのがね、その時の付き合い方だったんですけど、それすらも恥ずかしかったんでね、先に彼女を、下校させて、僕は、あの、3メートルぐらい離れた後に、こうやって帰っていって、誰も。おい、初センチじゃないせんかい！遅いなぁ。遅えよ、帰ってる話じゃないかい。あらすじが面白いからね。遅いって言っちゃってるよ。初センチは、僕は、なんと嬉しいことに、嬉しいことに、僕は童貞の相手は処女だったんですよ。おー、どうせやったらね、あの、初めて同士がいい。完全に初めての中学、はい。あ、もう狙ってました。初めて狙ってました、俺も。はい、初めて同士が良かったんで。ね、で、まあ、ね、もう名前出したんですけど、舞子ちゃん。ほら、舞子。舞子ちゃん、ね。見てんだろ、舞子。あの、一個下の舞子ちゃんって言うんですけどね。初エッチした場所が、まあ、僕の実家ですね。僕、実家の僕の部屋で、あの、やらせていただいたんですけど、やっぱ緊張しますね。初エッチは。舞子はこれ漢字合ってんの？これ書いてあるけど。なんで知ってんの？マイコ。マイコそのまんまやん感じ。マイコ見てんの？さすがせな話長いって書いてある。ごめんなマイコあの時は。これもう結構時間経ってる。で、あのその初エッチってやっぱ緊張するじゃないですか。すごいなんか汗だらんだらんで汗がすごい下にこう下に落ちるわけですよ。はいはいはい。もうまんじると汗どっちかわからないみたいな。で、俺って本当に緊張してる？俺ってね、あのじゃあ例えば。女の子の、じゃあ、ごめんね、おめこって、じゃあ、こういう形、こういう形だとしますよ。こういう形だとします。俺ね、これ全部がね、これ全部が穴だと思ってたの。はいはい、この形全部が穴だと思ってて、多分最初この辺攻めてたんだろうね。俺多分この辺に入れようとした、最初。そう。なかなか入んねえの、こんなにね、おめこって狭いもんなのかなっていう葛藤をしないながら、一回目失敗して。そう、緊張でね。え、失敗ってどういうこと？そう、え、その日は終わったの？結局できなかったね。終わったの？できなかったです。結局汗だけこのお腹に、舞子のお腹にこんな汗ピッチャーしたら、足して。その日は、いつ終わんのって聞いてよ。ね、
もうちょっと付き合ってくれよ。リアル馬じゃん。もういいよいいよ。リアル馬じゃん。結果どうなったんだろう。で、結局、最終的に3回目で成功したんですよ。3回目で成功して、こういう形になりますよ。この辺にあるんですよね、入れるところって。2回目この辺にあるんですよ、うん。この辺にあるって知って、なんかこうやって指で確かめながら、あ、ここみたいになって、ここってなって、指と一緒にこのブツをこんな、こうやって入れて、そう、初めて入ったっていう感じなんですけど、でも、これ、オチあるんですけど、最初にその、処女の舞子ちゃんに入ったもの、俺のチンコじゃないんですよ。1回目、2回目って失敗して、申し訳なくて、2回目の時に、本当にもう、当時ね、2回目の時に勉強しよう。太鼓の達人が入ってたから、バチたまたま俺の目に、太鼓の達人の棒が、バチでちょっと、そう。目に入ってね。その太鼓の達人に買ったコンドーム。バチ卒業ね、買ったコンドームつけて。絶対バチ当たんじゃん。これで、そう。バチだだけにバチ当たったんだよね。2回目でそれ、いや、できたじゃんじゃん。そうなんですよ。でもそのもう泣いちゃってたんで、太鼓の達人でマイコちゃん社長卒業した。そうなんですよ。マジの顔やめて。マイコちゃんそうなんですよ。じゃあマイコちゃんに聞いてみましょうよ。マイコちゃん、ね。気持ちかったかな。ね、気持ちかったのか、マイコ。あ、誰か、マイココメントしろよ。マイコ。もうね。もういいよ。じゃあどうすんの？じゃあ初聖地行けんの？じゃあラブの初聖地行っても、まあじゃあ俺これ俺の話長いらしいから、じゃあラブの初聖地行って。すげえ長い。時計見てたけど、まあやばいんで、まあちょっと端的に行こうかな。まあ僕の初体験は、うん、まあ中学生の時で、うんうんうん、まあ中3ですね、うん。中3のちょうど運動会シーズン、うん、5月ぐらいですね。ああ、はいはいはい。まあ1個下の女の子だったんですけど、まあ、もう1個下の、うん、なんか、E メールあるじゃないですか。E メール、はい、当時のメールね、メールね、メールね、メールでやり取りはしてたんですよ。まあ、彼女は当時いなかったんですけど、まあ、中1ぐらいの時彼女いて、まあ、その時にまあやれなくて、うん、でもなんかそんなにまあ一個下の子可愛くはなかったんですけど、うん、とにかくエロいで有名だったんですよ。おお、とにかくエロい。相手も初めてじゃなかった、はい。ちなみに名前言っちゃいます。ユミちゃんです。ユミちゃんね。そう、ユミちゃん、ユミちゃん見てるかな。ユミ見てるか。ユミちゃん見てるかな。ユミ当たるかな、さっきの人。ユミは当てれるかな。で、マイコはいけたけど、うん、YUMI よ。ほら、まあユミちゃんだったんですけど、ね、ユミの感じは違うだろ。ユミ、はい、ユミじゃないだろ。まあ、すごい、ね、エロいで有名だったんですよ。ユミグイグイだって。グイグイ。グイグイ。ユミじゃねえからね。これまずユミじゃねえから。グイグイ。グイグイよし。これユミでグイグイしてるけど、どっかにあったよ。話させる。あのさっき、うん、マイコグイグイあったよ。マイコグイグイあったよ。マイコグイグイありました。マイコグイグイあった。まああの、はい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 、まあユミちゃん当時やっぱエロいで有名で、彼フィリピンハーフだったんですよ。おお、はい、安心してください、日本人ですよ。ラブはね、まあ、どう見ても日本人。はい、このユミ、ね、ユミこれ、あ、ユミこれだね。あ、これおばさんみたいな。見てるよ、ユミ。ユミ合ってんじゃん、いいね。いい、見てるぞ。見てるじゃん。今日の視聴者すごいね。名前当てちゃうんだから、フルなんちゃらユミ、うん、っていうこと？ね、え、ちょっと待って。ちょっともうこれあれっすね。これはもう、完全にやばいやつ？これはもう完全に身内っすね。これ256、これ完全身内っすね。誰か。これなんちゃら。あ、もうこれもう完全に、はい、これもう身内っすわ。古川由美。いや、違うんすよ。でも完全にもう。もう危ないやつじゃん。はい、危ないやつ。やばいやつじゃん。はい、ねえ。ちょっと俺、言うぞ、言うぞとかツイッターとかいけるやつじゃん。ね、幼き頃の友達見てるぞ、これ。言っとこうって言ってたよ。やめろよ。もういいよ。もういいよ、だって。もういいよ。はい、これじゃあ最後まで。まあ、あの、フルなんちゃらユミちゃん。最後、はい、10秒前でいこう、10秒前で。はい、まあ、あの、大きくいこう。当時、エロいで有名のユミちゃん。あの、運動会の帰り道。いや、もう出ちゃった。これあってんの、うん、フル沢は出てるけど。全然違うっすね。もう違う。クリアは、ね、クリアはあ、クリアも違うっす、ね。あ、違うんだ。はい。およ、じゃあもう、あれしかないの。で、まあ、あの、当時運動会、あれしかない、一緒に帰る約束してて、で、まあ、運動会練習の時に、俺ん家に来たんですよね。もうメールでは前提的にもうあのちょっとなんかそういうあのいやらしい行為しようみたいな話してたんですよ。ね、なるほど。変態だからね。とにかくエロい子にね。え、運動会ね。運動会一緒に帰ろうって話して。詰まったし。ね。でなんかまあ話してて、まあそういう話になってまあ、うん、ベッドの上で二人になったんですよ。そしたらなんかまあ。やるってなるじゃないですか、やっぱ、うん、まあチューしますよ、まあいろいろするじゃないですか、チューして、まあ大体俺なんかあの AV に関しては結構、うん、まああの準2級ぐらい持ってたんで、おい、大体場所ぐらいはもう完全に把握してたんですよ。初めて見た AV はどういう AV だったのか、
もう長くなるから。いいですか？もうやめて、長くなるから。行かねえから、それ。まあ、手間はすんなりと。いけるだろ、すんなり行けた。まあ、あのクリトリスピョンっていった瞬間、やっぱベストマッチですよね。もう、ポーン当たるみたいな。なるほど。もう中指にすっぽり入る感じで。おぉ、はい、届いちゃった、はい、感じで、ね、はい、いいよ、いいよってなってたら、だんだん頭の中で妄想が広まってきて、俺の中でやっぱ初めてのエッチっていうのはもう神秘的なことだったんで、ちょっと待って、下半身がめっちゃ熱くなってたんですよ、もうその時点で。で、まあ、あの、よし、手間しようって思って、クリって入れたら、まあ、いろいろ、もう、すごい感触するんですよ、ほんとに。表せるな、でも、表せれない。もう、ほんと、ね。でも、楽しくなっちゃって、うわーってなったら、ね、何か分かんないですけど、出ちゃったんですよ。ね。ね、水道。え、ちょっと待って、何出ちゃった出ちゃった。何どっちが、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 今のはどっちが。あ、自分が出ちゃった。自分がこれをやってたのに。じゃあ逆ですよね。逆ですよ。行かせはできなかったんだ。逆ですね。もうやってる時に出ちゃって、もうこれはもう言えないっすよね。もう言えないっすよ。だパンツは濡れてるんですけど、こんな状態で俺また立たせて入れたらなんか男として台無しなと思ったから。まあそもそもぬるぬるしてるしね。確かにね。やっぱ手間する気も失せたんで、もうこれやめようって思って、あ、こうちょっとアイムしながら、やっぱ段階は踏んでこうぜ。みたいな感じ。要するに、かっこよく言ったのね。一回目失敗したんですね。失敗いた、仲間いました。やっぱみんな失敗した。じゃあ、ここで CM に行っておきますか。あ、いた、はい、もういいよ。わかりました。じゃあ、一旦 CM で。どうぞ。経験者、大募集。誰がなんと言おうが、俺がお前を幸せにする。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインクイケメンばっかじゃん。イオンインク。これがいいんだよ。あ、そっか。あと何です。はいはいはい。今日の内容やばいな。はい、これがいいんだよ。ってことでコメント好きねえよ。ね、じゃあ、お前ら俺次々話す気になんねえよ。いきなりオラオラ。続きね。ちょっと待って、ちょっと待って。2回目、2回目の調整の話聞けないよ、それは。聞けないね、これ。聞けないね。1回目失敗しての話で終わり。視聴者、これ、ね。じゃあ次のテーマいきまーす。よい。話させろよ。話させろ。ねえ。まあ。話したい？はい、今から。話今からこう見た人のためにあらすじはね、まあ、あの1回目は手間で行っちゃったみたいな自分がね、はい、自分が行っちゃったらしいですよ。2回目の感じで、まああの運動会練習毎日続いてたんで、まああのもう運動会練習、ね、次もいいだろうみたいな、もう次こそやっちゃおうよみたいな話で進んでって、もう3日後っすよね。3日後ぐらい。3日後、はい、でも3日後にはもうまた呼んで、はいはいはい、新たなるまた同じ戦場でまあいろいろ考えて、まあ前日オナニーしたんですよ。したの？なるほど。行かないように。はい。ああ、なるほどなるほどなるほど。じゃ体勢つけて。オナニーね。はい。うん、でそれでまああのやるってなって、まず手間こすんなり行って、おっしょっしょっし、下半身もいい調子だね。うん、全然大丈夫。うん、おーし。セーフ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 、まあ、終了した。前期までは成功。はい、成功。チンチンもビンビン。ビンビン。これ入れるしかない。もういない。お。したら初めてのコンドームをつけよう。お。って言ったらユミちゃんまたスケベで。本当に私がつけてあげる。おーあ、いいんですか？初めてのコンドームが相手につけられる。いいんですかみたいな。練習はしたの？こんな感じで、もうあの、あ、じゃあ、お願いします。身を任せ。身をね、はっきり覚えてます。身をね、パサパサってやって、ふっってやって空気入れて、こう、かぶせてくるんですよね。ね、皮と一緒にね、皮と一緒にかぶせてくるわけね。くる、くる、くる、ビュッ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 つって、また2回目も失敗。あ、俺と一緒じゃないかい。2回失敗したの俺と一緒じゃないかい。ねえ。ちょっと待って。え、今度はバレたってこと？
じゃあ今度は、ね、あの今度はこなんか、まあ、バレたってことっすよね。バレたね。バレたね。バレたね。なんか当時一個下でもうなんか色気あって可愛いねみたいな感じ。あ、もうある程度経験積んで、うん、そう、なるほど。そうなんですよ。すごいな、古林由美ちゃんは。はい、あい言ったね。おぉ、言っとるやないか。言っちゃったね。すごいな。まあ、もう最後は、オチはもうあれっすよ。はい。まあ、次の日、やりましたよ。はい、次の日、ね、ちゃんと成功しました、まあ、やったんすけど。ちゃんと成功しました。おいおいおいやば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 い。やめてください。ねえ、あ、やめてくださいね。いい思い出だった。もう今いい思い出でしょ。ユミちゃん見てる？ごめんね。ちょっと最後気持ちよかったから聞こうとしたらね、ユミ、うん、ちゃんに気持ちよかったから。いやね、まああのコンドームはもうダメだって思っても一発目から生でやった。おい、大丈夫だった？それはこっちの、はい、こっちの方は。二個すり半ぐらいですかね。二個すり半ね。いやそろやないか。二個すり半ね。まあだからこう、うん、俺言わないであげたのになってなってる。ね、地元で、地元の友達だな。これはもうこれ地元ではもうあのニコスリーハンの雄大みたいな本名も言っちゃったね、はい、いいっすよ本名も、ね、もう何でもオープンで行きますから何でもいいよもうじゃあね、さ行くときは一緒だよ。じゃあ次のテーマ、俺がさポテト店長って呼ばれ呼んでる人がいるわけよ。ポテト店長、誰がポテト店長や。確かにちょっとこんがりしてるけども、ね、え俺って言われたのになちょっと誰がポテト店長、ね、俺なんてもうそしたらもう馬しか言われてないですからね。うん、確かにそう。じゃあ次のお題行きましょう。あ、じゃあこれ行きたいな。もしあの頃に戻れるなら。あ、もしあの頃に戻れるなら、ね、あの頃に戻ってもう一回、もう一回こうしたいね、もう一回こうしたいっていうのを、じゃあ店長から行きますか。俺ね、高1の夏休みに戻りたい。あ、それは卒業したシーズンですか。え、高1だよ。あ、じゃあそういうシーズンじゃなくて、そういうシーズンじゃなくて、じゃあ学校を辞めたシーズンになる。え、あ、あ、そうそうそう、なるほど、暴力で学校辞めた感じ。何もしてない。むしろな、ポテテン行っとこうってなってるからポテテン行っとこうって何言っとけばいいの。あの、ブリブリだった夏っすか。ブリブリってねえや。え、ねえ、で当時ブリーフだったんだね。あの、当時は、当時はブリーフの中にパケ隠してこうだからこう、太っちゃったみたいな。ねえ、安心してください。シラグですよ。確かに確かにね、本当安心してもらってもいいけど、まあ高一の夏に戻ってここ辞めないでおきたかったかもしれない。ああ、なるほど。それはどうしで辞めちゃったんですか、高校は。高校は変えますか、やっぱ。いや、悪いことしてないのに悪いことするなよって言われたから、なんかその時それにムカついてね、殴っちゃった。殴ってねえよ。殴ってねえ。じゃあ辞めとこうみたいな。なるほどなるほど。え、それって。冤罪ってことですか。冤罪どういうこと。あの、勘違いされて悪いことをしたみたいな。で、やめちゃったんですか、そのまんま。どういうこと。もう彼氏にこれを捧げましょう。ね、誰が初心者、はい、今日から初心者。すべてありもしない罪を自分に全部負わせて、その自分のヒーローナンバーワンナンバーワンナンバーワン。あ、2だった。あ、やっちゃった。2がもう見えないとこ行ったわ。行っちゃった。なるほどなるほど、うん。じゃあどうする？どこ戻りたいの？僕ですか。僕ね、あれ、このホスト業界入ってからですね、僕は戻りたいのは。僕ね、どこ？見えないか。僕、ホスト始めて、すぐ、社員旅行でタイに行ったんですよね。そう。タイに行き直したいと思って。そう。タイってすごいんですよ。日本の物価が3分の1で。そう。すごい安いんですよ。で、タイでね、まずいろいろ買い物したんですよ。はいはいはい。そう。ハウマッチって言って。はい。ノー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 、プライスダウン、プライスダウンみたいになったらね、結局日本で300円ぐらいでね、いろいろ買えたりするんですけど。はいはい。香水と、はい。サングラスと、はいはい。ね、腕時計。はい。全部ドルチェ&ガッパーナ一式です。当時ね、ドルチェ&ガッパーナめっちゃ流行ってたんでね。あ、そうそうそう、めっちゃ流行ってたんで買ったんですよ。本当に。そう。どうするの。あとボクサーパンツ。そう、大変ですよ。タイで買ったもの大変ですよ。僕ね、帰って行きたいな。日本に帰って、もう日本に帰って着いた頃にはまずくせえなと思ったら、カバンの中にタイで買った香水が全部溢れてるわけですよ。うわうらーみたいな。痛いわ。そう、全部うらー触れて。痛いわ。で、もうサングラスと時計あるわけじゃないですか、あと2つ。大変だったでしょ。ね、ちょ、待って。で、そう。ほんと戻りたい時行くのそれ。サングラス。日本に帰って3日目。痛いわ。ね、なんか様子おかしいぞ。
あ、もう長いわ。ちょっとサイズちょっと広めなのかな。あ、行きたいわ。びっくりしましたわ。あ、行きたいわ。こっちの耳かける方取れてるわけですよ。うわ、取れてる。こっちだけかかさって、このレンズこうなってみたいな。あ、行きたいわ。ねえ、ね、行きたいわって言うなよ、お前。対応成立してないやないかい。行きたいわ。どこに戻りたいの、どこ戻りたいの。で、その、そう、タイに行き直したいってところですよ。買い物し直したいってところですよ。そう。で、時計ですよ、最後生き残ってんの。キラキラのドルチアンドカッパーナの時計。確かに大臣みたいな顔してますもんね。そうそう、ナンバイスに乗りたいな。よ、よ。誰が大臣なの。そうそうそう。俺も振って。そう。俺も振って。僕、当時ホストだったんでね、あの、接客するわけよ、こうやって身振り手振りこんな大げさに。もういいんじゃね。なんか、大した人生じゃないから。じゃあ次ラブ。大した人生じゃないよ、これ。じゃあ次ラブ。だって、買い物し直したいでしょ。いつでもできそう。いつでもできそう。ね。やばい。なんすか、あとラブだ。やっぱ、戻りたかった頃ですね。もう、ポテト&カッパーラがすげえ言ってくるんだけど。僕、最近あれなんですね。誰がポテトやだから。何なんかこう、こういうのも、なんか、あんまなんか、結構、みんなに失礼っていうか、あれなんですけど、ここ1、2年ぐらい、まあ、性行為をしてないんですよ。またまた本当にね、性欲、まあそりゃそうだな、行っちゃうんだもんな。そういうわけじゃない。行っちゃうからね、すぐやる前に行っちゃうんだもんな。なんかもう最近性欲が全くなくて、はい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 。で、あのオナニーどころかもあのエッチも 1,2 年前したの覚えてるんですけど、まあそのもう当時やってた時期戻るともう全然行けなくなって、やっぱその2個3半はもう高校生止まりだったんですね。なるほど、はい、全然もう本当にじゃあ高校卒業してからははいはいはい、オナニーすらももう全然しなくなって、なるほどなるほど、風俗いわばキャバクラも全く興味がなくなって、お最近まあ女の子自体と話すのは結構まあ別に嫌いじゃないっていうか、うん、まあどちらかといったらまあ好きな方なんですけどね、ちょっとおかしくなってんじゃん。お前がそんな言ってから店長に興味があるの好きてんじゃん。ああ、ちょっと興味あるよ。ちょっとだけな、ね、ちょっとだけ。気づいた。ね、ポテト店長とやっぱ。抱いてあげよう。ありがとう。確かに寒くなってきたからな。だから、何が、寒くなってきたからな。戻りたいかって、まあ、いつ、うん、いつの頃に戻りたいかって、もう一つしかないんですよ。うん、まあ、あと1分前なんで。早いね。言っちゃうんですけど。まあ、はい。中3の。中3のね。5月頃。5月頃。手間で行った。とにかくエロい。弓で。弓、古林弓で。行った。行った。あの頃に。あの頃に。戻りたいっすね。あ、もうめっちゃ書いて、めっちゃ書いて。早い早い早い、これ早いよ。もう今日弓ちゃん攻めっすね。ね。あ、もう、時間ないな。やばい。じゃあ最後、かわいい山の手ゲーム。かわいいものでね、最後してみましょう。古林弓。かわいい。古林和美、やべえ、妹言っちゃった。かわいい。ほほ。古林由美。ほほ。かわいい。かわいいっすか。グイ。ちょ、待って。そういう流れだじゃん。よし、こい。グイ。グイ。グイ、グイ、よし、こい。今の、じゃあどうも。俺だったよ。俺だったよ。じゃあ次回出たときはね、今回言えなかったテーマ。古林由美。歌うなら、こうだ、クミ。マイコー、ユミ、マイコー、イヤこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。